迎えくださいませ。それでは本日ご奉仕していただきます選手の皆様を紹介いたします。大学時代には日本代表の4番を務めました右の長距離砲、110メートルを投げられるほどの強肩に加え、捕手以外全てのポジションを経験した UTT プレイヤー、そして昨年は阪神タイガースの4番を務めました。新人選手で4番を務めたのは53年ぶりでございます。指揮官お墨付きの長打力、大山こと大山雄介内野手です。最速150キロを超えるスピードボールがセールスポイント。ストレートの質が良く、キレのあるスライダーも持ち味。金本監督も将来は大エースになるのではと期待をしております。小野大輝投手です。体が大きいものの投球バランスが良く、肩の可動域の広さを生かしたしなやかなフォームから、ウエスタンリーグ初登板には150キロを計測し、中学3年生の冬には地元の野球教室で能見選手から投球フォームが綺麗と称賛されておりました。阪神期待の本格アウワン、才木に投げるピッチング、才木ひろと投手です。金本監督の現役時代を彷彿とさせる打撃フォームから、力強いスイングで左投手も苦にせず、スライダーやカーブにも対応できる高い打撃技術を持ちます。50メートルは6秒1の快速、走攻守バランスの取れた期待の選手、糸原健斗内野手です。どっしりとした体格から繰り出す最速152キロのストレートで三振を奪うパワーピッチングが持ち味。プロ入り前は四国アイランドリーグ徳島インディゴソックスに所属し、四国アイランドリーグから阪神が指名したのはこの選手が初、福永俊斗投手です。素早いフットワークと二塁送球 1.9 秒の強肩、正確なキャッチングが持ち味の捕手。小中高大学時代全てで主将を務めたキャプテンシーの持ち主、将来の正捕手候補、首脳陣の期待に応える長坂こと長坂健也捕手です。194センチ、94キロの恵まれた体格を持つ大型右腕、長身から投げ下ろす最速146キロの角度のあるストレート、また90キロ台のスローカーブで緩急を駆使、フィールディングにも定評があります。趣味はカフェ巡り、藤谷浩介投手です。164センチ、78キロ、右投げ右打ち、ストレートには伸びがなく変化球のキレもない。しかしながら学生時代は50メートル5秒8の俊足、明るい笑顔がセールスポイント。大阪天満宮では主に司会業で活躍、スマイルカード主の中村大輔監督です。失礼いたしました。以上7名の選手の皆様にお越しいただきました。